はようございます。大草心です。今日はここ代官山にある EML にやってきました。理由は、まあ、入ってからのお楽しみでもいいんですけど、ちょっと説明すると、最近ね、塩田さんのゴルフ見ててすごく気づいたことがたくさんあって、まず飛距離が伸びた、弾道が高くなった、なんかちょっと前の塩田さんよりこうなんていうのか、パワーアップしてるような気がしてました。で、塩田さんトレーニングやってますよね、ということで今日は塩田さんのトレーニングに密着していきたいと思います。ちょっと秘密のね、多分トレーニングだと思うんですけど、まあ、撮影していいよってことなので、ちょっと見させてもらいに行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日は塩田さんの秘密のねトレーニングを丸裸にしにやってきました。はい、トレーナーの菅さん、菅です。お願いします。で、塩田さんはもうここに来てとか、まあ、トータルするとどれぐらい、横浜から数えると本当4年じゃないですか、多分。定期的に通われて、大体必ず週1回は来るようにして。なるほど、結構やってます。結構やってます。結構やってます。で、なんと今日は測定の日なんですよね。そう、はい、塩田さんは測定を乗せてもいいっていうことなんで。なかなかすごいですよね。そう、なかなか結構みんなちょっとこれここは隠してねみたいなのはあるけど、はい、じゃ早速測定から入りたいと思います。お願いします。インボディ、はい、まあ、体脂肪率とか筋肉量とか出してる感じです。はい、果たして塩田さんの体はどうなっているのか。はい、はい、まず身長が166センチに対して体重が 50.4、体重も出していいってことなんで出しちゃいます。結構軽い、モデル体型というか、細身な体型ですが、筋肉量が 38.7。 これは多いんですか。これはここに部位別って書いてるんですけども、この中で見ると、まあ、下半身が、高くなってます。あ、高いんだ。はい、筋肉量としてはちょっと下半身はどちらかというとある方、ないイメージだけど。足あるんだ、塩田さん。最近は上半身も結構ついてきたなっていう感じはあると思うんですけど、はい、バランスとしては下半身がしっかりついてますね、なんで筋肉がちゃんとついてる細身というか、そこは本当アスリートの体型をされてらっしゃいますね。ちなみに体脂肪率って何パーセントなんですか。体脂肪率はこれ出していいんですよね。いいでしょ、はい、こちらに書かれてるんですけど 18.5% ですね。おお、いい感じですね。これはとても素晴らしい数字ですね。そうですよね、はい、女性の場合は 15% を切るとよく、生理不順になってしまったり、13% を切ると、まあ、無月経とかになってしまったりするんですけど、結構骨がこうスカスカになっちゃったりとかもするので、あんまりそういう健康上被害が出ちゃうのは良くないと。だいたい18から22%ぐらいを、うろちょろするぐらいが、まあ、健康で引き締まった感じかなと、じゃあ早速ね、ちょっとこれは数値は分かったので、トレーニングどんなことしてるか。はい、はい、最初にストレッチから入って、ちょっと体動かすところをしっかり、ね、背骨とかですね、動かしていって、でその後に今だと結構腹筋をちょっと重点的に、はい、腹筋やってます。腹筋やってるんだ、めちゃめちゃやってますね。はい、じゃあ早速入っていきましょう。はい、はい、筋を前に出してちょっと付け根伸ばして、はい、戻ります。いいか、腸腰筋、腰の筋肉のストレッチから入ったんです。ここ結構動きが悪いと最初の姿勢とかもうまく取りづらいので、まあ、骨盤アドレスがってことですか。そうですね、このポジション、こう丸まってしまったりする、まあ、しっかりと腸腰筋ほぐしてあげることでちょっと股関節曲げやすくするのもポイントですね。伸びます。伸びます。うん、伸びる。はい、じゃあ50回ですね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、50回やるんですか。3、4、ウォーミングアップで50回。これしんどそう。これね、割としんどい。そうだよね、地味にしんどいよね。しんどい。下をね、しっかり止めて上だけ動かしてます。OK!
手が役に立つ時がすごくラインの悪い、例えばすごいつま先下がりとか、うんうんうん、すごいつま先上がりの時とかで絶対にこの傾斜に逆らって打っちゃいけないし、ヘッドアップとかもしてもいけないけれども、これをやっておくとやっぱり体幹がしっかりして頭も動かず、ちゃんと打てる気がします。100回前後ぐらいやってから本当にラウンド入る感じにされるのは本当おすすめというか、どんな方でも。せーの、1、2。先生、これは何ですか？これはあのローテーションスイングだと言うんですけど、ストレッチポールのハンドを使って体のひねりを生み出していきますね。この背骨を軸としてぐるんと回してるんです。切り返しでちゃんと腰から切れるように、スモッとスイングしてる感覚で、体幹はぶれないようにです。噂の腹筋が始まります。最初はじゃあ V 字腹筋からいきましょうか。これを持っていただいて、せーの、1。あ、なるほどね、受け取るのね。3。手足がね、こう負荷になりますので、ふくろくん伸ばしてあげるとこうきつくなります。いや、この時にさ、腰が反ってさ、めちゃくちゃ痛くなるんだよね。そうですね、お腹が抜けちゃうと刺激しちゃうので、すごい、綺麗。行きましょうか。ねじり系、右肘と左肩。ほうほう、なるほど。せーの、1、2、3。そう、普通の人は足を置いてやるんですけど、しおさんは特別に。あ、浮いてる浮いてる。そう、お前やってます。本当だ。そう、めちゃめちゃきついです。これね、普通奥奥戻した時もここも腹筋が抜けないようにしてるわけですね。あと2回、9、もう1回。はい、OK。 惜しい。これも嫌い、私。きついプランク、ね、せーの、ほい。お、そうね、やっぱ立った状態ですね。意識としてはこうつむじから足先までがもう綺麗な直立の姿勢を作る。腰のラインも、もうお腹抜けると反りすぎてきちゃうんですけど、まあ、すぐ理想的に形です。半分です。はい、じゃあ残り半分ちょっと押していきますんで、はい、負荷かけるの。全然プルプルしてこないんだね。びっしー止まってますね。5、4、3、2、1。はい、OK。 サイドベンドいきましょうか。ダンベル持って横に倒してから持ち上げます。腹筋ってこう正面のシックスパックとは別にこういう斜めに入ってるこうクチャキングで、このクチャキンたちがどっちかっていうとこうひねる動作の時に強く力を発揮するので。これって何キロなんですか？これは約10キロです。10キロ。はい。はい、結構重いです。まあ重いね。まあ女性だとまあ重いです。せーの、伸ばして、で、1、そうそうそう、2、意識としてはここですね。はい。3、4、10、あと5回。はい。1、わかりますか？わかります。2、熱くなってくる。3、4。女性だからこういう風に割りたいとはあまり思わないけど、ちょっとここに、ちょっとここにね、スッとね、スッと入ってるとちょっとなんかへいって思います。これが夏なんでね、ね、夏なんでゴルフに限らず、そうですね、うん、あるところね、まあ、足上げの腹筋になるんですけど、まあ、やってみたら分かるんですけど、角度つけたこの腹筋めちゃめちゃきつい。きついよね。結構角度ついてますよ、私斜めの腹筋。男性でもできないんで。行きましょう、せーの、角度腹筋。2、3。腹筋大好きじゃん、塩田さん。5、5回。1、2、3、4、もう一回、よし、はい、OK、さあ、今からはヒップランジっていう種目で、ちょっと斜めに立った状態から、まあ、こういった種目です。で、主にこのお尻です。お尻に効くんだ。そうです、お尻を使っていきます。距離が伸びたっておっしゃってたのは、
これが。あ、そう。これのおかげだと思うけども、これが一番苦手。一番苦手。一番苦手。丸いのが見えます。棒だけで十分。ギャー、2個増えた。お尻の筋肉ってこうパワーユニットって言われてて、まあ、スポーツだったら本当お尻が何でも大事って言われてるんですけど、力を生み出す、まあ、強いんですよね、力が。なので、まあ、片足ずつお尻を鍛えることで、まあ、飛距離をアップにつなげていくためのマッシュマークですね。はい、OK。 頑張った、はい、頑張った。きつい。きついよね。でも大事だし、やっぱり普段も、ね、普段でもね、デニム履いてもね、かっこよくなるしね、ちゃんとしっかりお尻鍛えて、うんうん、ね、お尻がちょっとぺったんこなので。お疲れ様でした。最後締めがなんかあるらしいですね。締めは、はい、このカフェのようなスタート。ね、ここなんかカフェみたいになってるなって思ったら、カフェじゃなくてなんか山のような武蔵が。プロテインをトレーニング後にすぐあのお出しするようにしてるんですけど。うん、今日は何味がよろしいですか？じゃあ今日は、メニューがあります。モカでお願いします。モカカプチーノで。はい、絶対飲むの、飲んだり飲まなかったりで、飲まない時は夜に例えばタンパク質、鶏とかを食べる時とかはちょっと飲まなかったりもするけど、でもプロテインは朝飲んだりとか今毎日飲んでます。好きな味は、おすすめは、おすすめはバナナ。おお。カップもこんな感じで、はい、おしゃれ。こんな感じです。おしゃれに。なんか飲み干せなかったら帰り歩きながら飲んでくださいみたいな。そうですね。うん、でも美味しい。締めはプロテイン。締めはこれで。はい。今回あの塩田さんのトレーニング密着しましたが、まあ一番最後にやったお尻を鍛えるやつが、まあ、結構こう飛距離アップにつながってるんではないか。うん、はい。でまあ、最初の方にやってたあの可動域をなんかこう広げるこう体操みたいなのも多分きっとあの弾道が高くなってる理由だったりするのかなと。うん、そう思います。やっぱり、うん、冬明けで体も硬くなって、でついトレーニングトレーニングって思って柔軟性を忘れちゃっていたので、うん、実際ラウンドしてあれおかしいなっていう時があったんだけども、相談を受けたんです ね、うん、ね、そう、あ、そういうふうに相談して、で可動域を今度は大きくするストレッチを教えてもらったので、飛距離アップした上に弾道も高くなって、うんうん、なのでまたちょっと今年は、そうですね、違う、違う私をもう始まるんじゃないですか、試合始まってる。5月中旬から、中旬から、うん、始まります。ウィーク明けですね。はい、始まります。始まります。どうですか、今年何試合ぐらい。今年はもう可能な限りやっぱりシードをもらってるものとかは全部出ようと思うので、ただそう、環境が揃えばできる限り前に進みたいと思うので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみにしてます。はい、じゃあ皆さんぜひトレーニング気になった方は、結構店舗あるんですよね。4店舗ぐらい、はい、横浜店、下丸子、下丸子店、広尾店、新しくオープンしたんですね。そうですね。この代官山、代官山、はい、はい、4店舗あるんで、その人の要望に合わせてやっていきます。うん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 、いろんな要望に合わせてくれるらしいので、ぜひ皆さんもトレーニング始めてみてください。はい、お待ちしてます。バイバーイ。